やー大変申し訳ないことをしました。もう二度とこのようなムーブはいたしませんそれって左上とかじゃないとクルーメイトの皆様見えない。はい、ゲーム実況者の慎太郎です。よろしくお願いします。最近、その、度を超えたリア級プレイしすぎて、そろそろ、その、説教というか、まあ、DM の方でお叱りを受けましたので、なんだよと思います。どういうこと？抑えて、真面目に失礼します。やりすぎだったら、やりすぎなんですよ。めっちゃおもろい。怖かった。お前あんまり調子乗んなよって言われた。あ、動かない。これね、初動が。タスクはね、ちょっと9人村なので若干減らしてます。おつ、斬新。おつから。え、ちょっと待って、上やばないこれ。やばないこれ絶対あ、死んでる説悪くない普通に。ちょっと待って、いや初動を2ってめっちゃ斬新なんやけど。しかも結構アドミンにいたよ。うわ、え、ちょっと待って、嘘でしょ。なんかみんなの行動がこんな偏る。コミュニケーションからコミュなってないよ、こんな出てくる。ストレージのタスクの下のところで、はい、ルクワイさん。仲良い。仲良いですね。仲良いです。よろしくお願いします。ユーリが出てくる。アルファです。ランカー、ランカーフィーさん。お伝えがあったり。ランカーおもろい。ありました。はい。ストレージの下ですね。はい、あれってこと近く。9かゴミ捨てかどちらか。9の下です。9の下。あ、で、オラフに、同じタイミングでサントス、ゾニキも一緒に見つけてるんですけれども、ゾニキさんがやってはいなかったです。あれ、セルフはないです。僕は見えてないですか。普通にはサントスさんの後ろにいたと思うんですけど。あ、気づかなかった。でも多分、その前はチラッと見たから合ってると思います。はい。ウェポンの方にずっと足湯さんといたから、足湯さん無理かな、時系列的に。僕もアシャカリさん無理だと思います。ずっとほぼほぼ一緒だったっすもんね。カフェテリアで一緒に閉じ込められて、ね、で、多分僕が殺すと思って後ろ下がったりしましょう。怖かったっす。下がりました。確かね、ストレージとアドミン側のトの字が塞がれた時に、うんうん、確かもう1あった、コミュ1、ストレージ1があって、で、あ、コミュニケーション俺だわ、多分。ああ、そうそうそう。うん、で、高橋さん。いや、それ絶対ないです。え？あ、本当？なぜなら僕はコミュニケーションにずっといたからです。あ、慎太郎さんだったんか。高田さんが今コミュニケーションって言ったから俺怪しいと思いますね。え、嘘でしょ、マジどこにだろコミュニケーション。なんかそれ時系列は違うんじゃないですか、慎太郎さん。いや、僕コミュニケーションの門番だったんで。そうなの。最速でコミュニケーションまで行って誰も入ってないことまで確認してるんで。あ、それ多分俺とオラフ君が見に行ったわ一回。え、慎太郎いた。僕ずっといました。あ、でもね、左下の方にいたんだよ。めっちゃ変な場所にいた。いや、ずっといたんで。までダウンロードのとこ見えるんですか、それ。あ、そう。いや。そう。でもなんか、門番っていうか、門番ではない。そうやろ、俺、コミュニケーション、ちょっと待って、俺めっちゃ疑われんすよ、これ。いや、俺、あれ。でも、高田さん、あの、見てないですか、最終値。うわぁ、ちょっと待って、マジか。ちょっと危なくないですか。いやいや、ちょっと待ってね、俺誰かわかんないから、ちょっと頑張ってくれしか言いようがねえ。これは東京じゃねえか。マジか。いやー、だってなかなかアリバイの証明できねえしな。ちょっと待ってよ、DM さんとするぞ。どこいたんだよ、慎太郎。ちょっと待ってよ、マジでいたの。
ちょっと、私も入れてて、ストレージで直前、あの、コミュ1が結構あったんで、したいかなって思って、藤宮さんと見に行った時に、高田さんがいたんですよね、ストレージに。いや、そう、わかる。で、したい位置のあった方向に行ってるのを見てるんで、強く高田さんじゃないのかなって思って投票しました。ちなみに、鶴木さんと藤宮さんの後ろで、その一連の流れ、私も高田さん見てるので、同意見です。ただまあ、ストレージの方向に行ったか、ストレージから上がってくるのは見たけど、まあでもストレージいたら気づくよな。慎太郎さんのちょっとコミュニーな話聞かない、うんね、いやちょっと待って慎太郎さん初めて話したことが全て。いやこれ嘘じゃなくてガチで左端にいたから何してたの。だから行動は初手最速でコミュニケーションまで走ってそこから左下にずっといた。どういうことなの。尽くしてた。で、いや、タスクもやってない。そもそもタスクがない場所だから、ただ高田さんが入ってきたら来たところは一回も見てないんで。でもダウンロードって見えるんですか、そこって。ギリ見えると思うんだけどな。ちなみに私は視認されてます。私も行ったんですけど。やっぱ。あ、してないわ。え、じゃあやばいないですか。やばいかも。いやでも、視認できないんだったら、なおさら僕までローラーされるわけにはいかないから。あ、いや、まあ、もう、あ、でも、ゾニキさんがコミュニちゃんと入ったとこまでは私が証明する。そういう瞬間見てるから、ゾニキさんはちゃんと入ってる。嘘では入ってない。ただ思うのが、その、慎太郎さんが、その、高田さんが入ってないってことをもう要素として言えて釣ってるから、その、慎太郎さんが私見えてないってなると、その情報が、そう。ゾニキ、まずいっていうか、あの、多分ね、ゾニキが確定になるかやばいなって、うん、高田さんってどういうルート通ったんですか。いや、それすら本人いないから、今、決めてない。わかんないですよね。入れた人ってちなみに誰ですか。僕入れてないです。入れました。サンクス入れた。入れました。慎太郎も。あれ待って、奥ね。4票入ってます。4票、あ、お金ありがとうございます。ゾニキ、慎太郎、足湯。ああ、4人か。ゾニキはほぼ間違いないと思うな。いや、投票入れてない。勝ってないんじゃん。もうちょっとでも、あれ。うん、そうですね。今のツンドはちょっとあれだと思うけど、さすがに9人ばっかりってんだからちょっとやばいっすよね。やばいか。まあね、でもこのゲームはこっからでもクルーメイトが勝てるゲームだから俺信じてるよ、人狼勢の考察力を。どれだけふざけたって俺はクルーメイトが勝てるゲームだと信じてるから。ゾニキはほぼ間違いないんじゃないかな、多分。多分だけど、ゾニキ・フジミヤが本戦かな、議論の内容的には。だ、はい。ちょっとゾニキさんとかの動き聞かないと、多分高田さんがもうお亡くなりになられちゃったから、分かんなかったから。そうですね。私結構フジミヤさんと、そうですね。うん。近い動きは一緒にいましたね。そう、あのアドミン見て、コミュニケーション2がなんかずっと続いてて、で2が1になって1残ってるから何かなって思って覗いたら何も いなくてって思ってたんですけど、慎太郎さん視認できてなくて、うん、あ2だったんだ、うんうん、私見て2だったな。高田さんは言ったっていうことじゃないですか。高田さんが言ったのは本当かもしれないな。じゃあほんまや。いや僕最終1アドミンだと思うんですよね、高田さん。いやそうそう、あ最終はまあ上がってた、上がってた。そうですね。最初あれですけど、ストレージで高田さんを一応、ゾニキさんと一緒に見てるんですよ。うん、ストレージの扉が閉まってて、僕とゾニキさんがあの上に張り付いてたんですよ。はいはいはい、はい。で、開いたら、高田さんがストレージから上がってってって感じで。でも、高田さんはそれだったら、リアクターがなくて、ストレージの経由のところでやってあげる。おい、慎太郎、セキュリティ取って、お前当てろよ。よくわからない行動とか。うん、なんか僕それやったら高田さんじゃなくて、逆にもうリアクター先に行ってる人がもうやってリアクター行ったんかなと思ってて、リアクター慎太郎当てろ。いやでもなりましたっけ、リアクター最終な2回目は最終、はい、なったっすね。はい、だからその状況で言ったらゾネキさんと藤宮さんとサントスさんと僕がここもストレージで出会ってるんで、うんうんうん、それの残ってる人足湯マシャカリコンビはウェポンで無理。とは絶対無理ね。絶対無理ですね。言ってるから。だったら僕目線連れてることになるんだけど。そう、慎太郎さんはコミにずっといたって言ってるし、連れてるんじゃないかなっていうことには。うん、ああ、連れたのか。でも一応連れてないようにケアしてボタン意識とかレポ意識めっちゃゾニキだと思うわこれ。一個あるのは高田さんが噛んだけどペアのサボタージュが噛み合わなかったっていう動きもするんだよね。でストレージに閉じ込められてリアクター鳴らしたのも多分高田さんの狙いじゃない
相方のサボが考えたパターンだなと思ってました。お前責任取って当てろ。さんは絶対違うよな。まだいけるまだいける。あと2キル発生すればだいぶ状況変わるからでもこれインポスター側がどうするかよね。ダブキルやっちゃうと、あ、インポスターいるなってなっちゃうから、ダブキルしたくないよね。ダブキルしたくない。ただ単独キルだけだと間に合わないから、あ、でも1回キル入れて1キルからのダブキル。いいボタン。あら、悠長やね。いいっすね。おお。あります。連れてんのか。わかんないですけど。なんか、私視点唯一あるのはないとは思うんですけども、うん、ゾニキフジミヤの二郎でやったパターンなんですけど、今死んでないでフジミヤさん押してるとこ見ると、ちょっとやっぱり連れてるのかなっていう感覚を持ってます。うん、そう、私目線もね、え、これ俺めっちゃ苦労じゃん。いや、二郎だったら俺は足湯さんマシャカリさんの方かなって思っちゃうんだけど。いや、あのね、うん、できない、場所的に僕らは。まあ、でも他の人から死にされてないからっていうことですよね。あ、一個いいですか。マシャカリさん最後ウェポンって言ってたけども、はい、アドミン組が4人で、これ黒じゃん、違う4人に前後半で変わったんですけど、前半いた4人がマシャカリさんで、後半いた4人にマシャカリさんがいなくなっていたはずなので、めっちゃ連れてるっぽく見えるな。ストレージ付近には懲りてはいると思います。あ、一回降りてましたね。降りてるけど、その時は足湯さんといたから、足湯さんがいたならそこで俺バレてる。で、足湯さんと一緒にカフェ行ったから、うん、で閉じ込められてウェポンだから、僕は無理だし足湯さんも無理。あ、だから二郎を追わないなら、うんうんうん、あ、まあまあそうそう、二郎を追うんだったら、まあマシャカリ足湯はあるんじゃないですかね、うん、あー確かに。まあ、あと、まあ、サントスさん目線、私藤宮さんってとこなんですけど、あり得るってことなんですけども、うん、私も藤宮さんはあるかもしれないと思ってて、コミュニケーション一応確認しに行った時に藤宮さんと行動ちょっと分かれてるんで、その間にキルしてるって可能性は私みたいな。そうそう、私は私視点ゾニキさんは絶対にやってないですけど、うん、藤宮さんは死にしない時間が長いので、僕がやってたらむしろ高田さんが発見してないとおかしいと思うんですよ、ね。あ、それはあるあるある、うんうん、そうですね、可能性としては、まあ、だから、うん、まあ落ちてる気はしますけどね。高田さんが、うん、ストレージを取ってるけどっていうのが引っかかるんですよね。オラフ君誰だと思う？僕サントスさんかな。まあまあ逆張り。いや、オーツ直すのちょっと遅かったなって。いやいや、あれ待って待って、まず、あ、私アドミン側をまず確認しに行って、慎太郎さんが直すの確認してから走ってるから、初めアドミン側は入ってる。うん、なるほど、うん、確かに、うん、サントスじゃなさそうだと思う。ずっとする、ずっとする。あ、解いちゃった。サントスじゃなさそうだと思うんだよ。いや、これさ、藤宮さ、インポスターでここでボタン押してさ、もう俺が黒っぽく見せてさ俺が黒っぽく映るとちょっとボタン意識が下がるじゃん。あ、なんかもう高田で落ちてそうだし、これタスクちょっともう1インポスターだったら、なんか適当にタスクやるかってなったところで、ダブルワン、ダブルプラスワンでインポスター勝ちやから、全然あると思うんだよな。これ、ここで一回ボタン押すとちょっと気が緩むから絶対。あ、高田で、だってめっちゃこんなん高田で落ちてそうじゃん。これめっちゃ高田で落ちてそうじゃない。俺だってここで残ってたら高田で落ちてるなって思っちゃうもん、多分。これめちゃめちゃ高田で落ちてそうなんだよな。あれ、ぞ、え、ああ、ここはもう違うってことでいい？一応します。ここ3人重なってもいいね。藤宮めっちゃ怪しいから、ここ3人いてもらうと、まあ、タスクゲージがまだあるからね、ゆったりはいけるよな、まだインポスター。わ、殺さない。あー、今の殺したくなりそうだけど、よく我慢したなあ。これはサントスやっちゃっていいんじゃない？あ、でもストレージでやるとまずいな。地味にカメラが効いてますね、これ。あ、死んでる。これ1キルずつっていうのがやばいな。カフェテリアですね。あ
あ、可変位置ついてたやつか。左上でした。はい、左上か。と今直前までオラフ君と一緒にアドミン見てて位置ついてたんで、まず右下左下右上左上っていう風に探して発見しました。カフェンどこでしたっけ、しかも出した？左上です。左上、はい。藤宮さんとオラフ君が一緒に行動してた。はい。その直前ゾニキさんがそっちの方からアドミンね、結構ずっと見てて、石油1リアクター1他なしみたいな、で人どこにいんだろうみたいな思ってて、アドミンずっと張ってて、うん、でオツになった時にアドミンが直したのは私で、オツ側に誰か直してて、オツ側直したのが誰もいないんであれば死体である。あ、オツの、あ、オツかナビは俺いた。でもああとセキュリティ見てた方は誰ですか。アシューです。アシューさん、はい。アシューさん無理です。アシューさんは白か。アシューさんは白だと思う。ナビ。アシューさん、トの字か、あのメッドベイの上で見た人いない？トの字で見たのは、結構いっぱい見たっすね。藤宮さん、うんうん、でもオラフ君が一回アドミンから出てきて、またアドミン戻ったって感じで、でゾニキさんはちょっと多分映らんかった。ゾニキさんのちょっと行動のやつ教えてもらっていいですか？ね、初手で、ウェポンダウンロード、その後アドミンずっと見てて、でね、エレクトリカル3とかを確認してて、あとメッドベイ1ついてた時期もあって。それは慎太郎さんですね。なるほど。で、その後に僕と藤宮さんとサントスさんはロアエンジン側に抜けてるんですよ。はい。で、一回エレクトリカル O2 鳴ってる時に結構いましたよね。ゾロキさんが、あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、はい。マシャカリさんはどっち行きました？リアクター。マシャカリさんでもあれですよね。通ってますよね、一応カフェは。通ってるけど、慎太郎さんに会ってない。ナビに行って、うん、で、慎太郎さんとすれ違って、で、慎太郎さんとか行く。気づきづらいですか、ね、だから、結構ゾニキさんだと思ってる。じゃあ、マシャカリさんとペアがいいかな、じゃあ。いや、これ知らないもん。ローラーでもいいよ。見てないって言っても、見えてなかっただけなんで、見てたかもしれないです。それがちょっと不確かなんですよ。ローラー飲みます。ボタンはないです。僕もボタンないです。投票合わせられないよな、これ。誰が合わせるっていうのだって。誰の意見を採用するかがむずすぎるな、これ。うわ、そこ？ナイス！高田さんすみません。マジで申し訳ない。やったー。マジで申し訳ないです。これ。いや、藤宮さんマジ連打したから最後。謝罪をしたくてですね。あれだよ、あの慎太郎は多分とんでもない量のダイレクトメッセージが届く。助かりが。いやー。大変申し訳ないことをしました。もう二度とこのようなムーブはいたしません。これって左上とかじゃないと見えないですね。あれ一切り目藤宮さんやっぱり。いやあれか。そうですね、僕です。あ、藤宮さん。めっちゃ上手でした。ゾニキさんとサントスさんが一緒にストレージからアドミン抜けていくときに僕がその後ろで。うわー。いや分かんなかったわ。これ。